P14 エンフィールド、または30、303パターン1914小銃とは、第一次世界大戦時に採用されていた、イギリスの軍用小銃である、内蔵固定式五発弾装を備える、ボルトアクション式小銃で、主にアメリカの企業によって生産された。1947年に、正式な退役宣言がなされるまで、狙撃銃や2 0 0級装備として配備され続けていた。 P13 エンフィールドの後継装備として採用され、また改良を加えたものが後に M1917 エンフィールドとしてアメリカ軍に採用されている。防和戦争の最中、イギリス軍は 7X57mm モーゼル小銃による長射程かつ正確な狙撃に苦しめられていた。1910年、英国戦争省はこの戦訓のもとに、 モーゼルの 7X57mm 弾と同等の高速競争弾として276エンフィールド弾を採用する。この銃弾を使用するべく1913年に採用された新式小銃 P13 エンフィールドは改良されたモーゼル式ボルトアクション機構が取り入れた先進的な小銃であった。しかし、ドイツ帝国との緊張が高まる中、有事における 補給の混乱を恐れた軍当局は新型銃弾を使用する P-13 の大量生産を見送った。第一次世界大戦が勃発した1914年 P-13 を従来の303ブリティッシュ弾に適用させた上でいくつかの改良を加えた P-14 エンフィールドが開発された。機関部上に設けられた耳と通称されるガードのついた消耗や犬足と 通称されたボルトハンドル、大の古服と通称された断層部が外見上の特徴であった。機構は改良型モーゼル式ボルトアクションに DN フィールド式ボルトアクションの特徴を加え即射性を高めたものだった。これに取り入れられたコックオンクロージング方式などの特徴は小銃兵の訓練において即射性を非常に重視している。 イギリス陸軍からは高く評価されていたが、米軍やドイツ軍ではあまり評価されておらず、M1903 や G98 に見られるように、コックオンオープニング方式が好まれた。コックオンオープニング方式は、ボルトハンドルを引く際、加熱した薬室から薬莢を引き出すための力に、加えて、激震バネの反発力がかかるため、速射には不向きとみなされていた。p は当時としては、 先進的な小銃であり、また第一次世界大戦において最も優れた軍用小銃であると呼ばれていた。P14 は特徴的な小銃器を備えており、1600ヤードまで調節可能なアパチャーサイトと機関部上の耳で保護される300ヤードのバトルセッティングを持っていた。またエセメリーに類似した一斉射撃用の2600ヤード小銃器を 左側面に取り付けることもできたが、これらはほとんど使用されないまま、改良に合わせて除去された。ボルトは、モーゼルタイプのエキストラクターと2つのラグを備え、また機関部のボルトハンドルが収まる位置には、後部安全ラグを備える。その操作は、カム作用を利用してサポートされていたため、ボルトは、モーゼルの M98 ボルト機構よりも、はるかに高速かつスムーズに動作した。 特徴的な犬足ボルトハンドルも低性かついての手元に近いために速射性を高める特徴の一つとなっていた。d n フィールドと同様安全レバーは左側面にあり親指で操作する。強度と剛性を備え、また比較的重い重心を備えていたことも精度を高めることに役立った。1939年あるいは1940年。 P14 小銃で武装するエストニアの佐からパルチザン大隊の兵士。しかし主契約先のビッカース社での生産は滞り、P14 は主力小銃として採用されたにもかかわらず事実上の補助装備とみなされることになる。したがって第一次世界大戦勃発時の英国における主力小銃は依然としてリーエンフィールドのエセメリー小銃であった。エセメリーと比較すると、 P14 は射撃精度と耐久性に勝っていたが、一方で重量や弾層容量の点では劣っていた。第一次世界大戦では P13 及び P14 を生み出した防波戦争とは異なり、射撃の精度よりも発砲数に基づく火力そのものが重視されたため、弾層容量は非常に致命的な問題とみなされた。一方、消火器需要の高まりと、 予備生産能力の不足を背景に、英国政府主導でアメリカの軍需産業との製造契約も行われた。ウィンチェスター社、レミントン社、エディストン社などの企業が1917年の米国参戦まで P14 の生産を続けたのである。ところが、各社とも独自の部品設計を加えたため、互換性に問題が生じ始めた。特に、 ウィンチェスター社が新設計のマーク I への転換を渋り続けてこの問題を複雑化させたという。このため、正式名称にも各社の頭文字が取り入れられることになった。例えば P14 マッキー W はウィンチェスター社製の P14 であり、同様にレミントン製には R がエディストン製には E の頭文字が付された。第二次世界大戦中、エセメリーよりも精度に優れる。 P14 は主に狙撃銃として使用された。これらの一部 P14 は標準的な照準器のほか微調整が可能な望遠照準器を備えていた。この望遠照準器は特に品質が優れていたとされるウィンチェスター社製の P14 にのみ使用されたという。1917年、米国が第一次世界大戦に参戦する。これに合わせて、米国武器省では P14 を30から06段仕様に改良したものを M1917 エンフィールドとして採用した。米国内の P14 を製造していた各工場は、そのまま生産を M1917 に転換し、これに合わせて P14 の生産は打ち切られている。M1917 エンフィールドは、M1903 小銃の不足を補うべく大量に生産された。 第二次世界大戦直前、イギリス軍は、マーク2、または、ウィートン修理標準型の通称で知られる、P14 の改良系を2 0 0級装備として採用した。これは、ホームガードなどに配備された。またアメリカは、レンドリースポーの下で、大量の M1917 エンフィールドを英国に対応しているが、これら英国向けの M1917 エンフィールドは、P14 と、 光景が異なることを示すため、重傷に2インチ幅の赤いラインが引かれていた。オーストラリア陸軍でも狙撃仕様の P14 が使用されていた。英国における正式な退役は1947年に宣言されている。余剰となった P14 はイギリス連イスラエルのヤドモルデハイに展示される P14. ありがとうございます。